いよいよ発走です。スタートしました。オーサムリザルト好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。10番オーサムリザルト行きました。先手を取ったのはダイオットガール。これに続くのがマテリアルガール、アーテルアストレア、それに続いています。内からアイコンテーラー、この位置にキャリックアリード、その後ろからはアンティキティラ、ここにグレースルビー、外にはグランブリッジ、大きく離れましたマルグリッド、コスモポポラリタ、それに続きます。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。スノーパトロール、その前に進出、各馬砂煙の中をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。さて先頭を見てみましょう。一気に先頭に立ちました。10番オーサムリザルト、マテリアルガール上がっていきました。少し離れてアーテルアストレア続いています。これに続いてスノーパトロール、グランブリッジ、それに続きます。ここにつけたのがアイコンテーラー、内を通ってダイオットガール、外を通ってマルグリッド。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として10番オーサムリザルト、2番手はマテリアルガール、グランブリッジ、3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。一番前にはオーサムリザルト、グランブリッジ先頭、引き離しにかかるオーサムリザルト、離されていくグランブリッジ、圧倒的な走り、グランブリッジ一着、グランブリッジ完勝、2着にオーサムリザルト、その後ろにアーテルアストレア、勝ったのはグランブリッジ、このレースを制したのはグランブリッジ。スタートしました。グランブリッジ、これは好スタート、マテリアルガール、この馬も好スタートを切りました。花を切ったのはダイオットガール、ダイオットガール先手を取りました。その後ろからはグランブリッジ、外にはマテリアルガール、アイコンテーラー、それに続きますキャリックアリード、この馬もこのグループ、オーサムリザルト、それに続いていますグレースルビー、そのうちに続いています。外を通ってアーテルアストレア、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。間が空いてアンティキティラ、隣にはマルグリッド、この位置にコスモポポラリタ、最後方にスノーパトロール、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。各馬砂煙の中をかけていきます。もう一度先頭から11番マテリアルガール、一気に先頭に立ちました。その後ろにダイオットガール、これに続くのがキャリックアリード、これに続いてアーテルアストレア、その後ろにグランブリッジ、その隣にグレースルビー、その外にアイコンテーラー、すぐ後ろにマルグリッド。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてマテリアルガール、内からダイオットガール、真ん中をついてはキャリックアリード。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭を行きますダイオットガール、外を通って先頭はグランブリッジ、残り 100m、 2番手はダイオットガール、グランブリッジ先頭だ、グランブリッジ、グランブリッジ勝利です。2着はダイオットガール、3番手にはオーサムリザルト、グランブリッジ、見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはマテリアルガール、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがマテリアルガール、マテリアルガール先手を取りました。内を通ってダイオットガール、これに続くのがアイコンテーラー、内からキャリックアリード、外にはオーサムリザルト、ピンクの帽子アーテルアストレア、その後ろグレースルビー、その前に進出、並んで3番アンティキティラ、これに続いてグランブリッジ、その後ろにマルグリッド。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。コスモポポラリタ、それに続きます。最後方にスノーパトロール、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度5番ダイオットガール、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、少し開いてマテリアルガール、キャリックアリード、それに続いています。その後ろからはグレースルビー、この集団にアイコンテーラー、オーサムリザルト、この馬もこのグループ、アンティキティラ、すぐ後ろ、外を通ってアーテルアストレア、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてダイオットガール、2番手はマテリアルガール、オーサムリザルト、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭を行きますダイオットガール、外を突くオーサムリザルト、一番前にはダイオットガール、オーサムリザルト、かわすダイオットガール、食い下がる、先頭はオーサムリザルト、1着で合理、2着はダイオットガール、その後ろにグランブリッジ、勝ったのはオーサムリザルト、このレースを制したのはオーサムリザルト。
スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。花を切ったのはフライオットガール、先手を取ったのはフライオットガール、キャビックアリード、それに続きます。外にはアイコンテーラー、この位置にマテリアルガール、これに続いてアーテルアストレア、すぐ隣にオーサムリザルト、ここにつけたのがグランブリッジ、グレースルビー、その前に進出、その後ろにアンティキティラ、黄色の帽子、コスモポポラリタ、その後ろ。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。スノーパトロール上がっていきました。間が空いてアルブリッド、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。11番マテリアルガール、一気に先頭に立ちました。ここにライオットガール、キャビックアリード、それに続いています。その後ろにグレースルビー、アイコンテーラー、すぐ後ろこの集団にアンティキティラ、その横にコスモポポラリタ、並んで8番アルブリッド、その外にアーテルアストレア、すぐ後ろにスノーパトロール。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでライオットガール先頭に変わりました。外を通ってキャビックアリード、さらに外からマテリアルガール、さあいよいよ直線の攻防、ライオットガール先頭です。外にはアイコンテーラー、先頭に立つのはライオットガール、アイコンテーラー、かわしたグランブリッジ、食い下がるアイコンテーラー、1着。2番手にはグランブリッジ、アイコンテーラー、見事このレースを制しました。スタートしました。ライオットガール、これは好スタート。マテリアルガール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてマテリアルガール行きました。先手を取ったのはライオットガール、キャビックアリード、すぐ後ろその外からアイコンテーラー、外にはアーテルアストレア、内からはオーサムリザルト、その後ろにアンティキティラ、ここにグレースルビー、ここにつけたのがグランブリッジ、コスモポポラリタ、それに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。その横にアルブリッド、しんがりからスノーパトロール、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。先頭に戻りましょう。先頭は変わりません。5番ライオットガール、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはマテリアルガール、すぐ後ろにオーサムリザルト、そして大きく離れてアーテルアストレア、この位置です。青の帽子グランブリッジ、その後ろ、その後ろにアンティキティラ、この集団にアイコンテーラー、その外にアルブリッド、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はライオットガール、外を通ってマテリアルガール、さらに外からオーサムリザルト、後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、ライオットガール先頭です。粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、2番手はオーサムリザルト、ライオットガール、大きなリード、ライオットガールゴールイン、続いてオーサムリザルト、3番手にはマテリアルガール、勝ったのはライオットガール、このレースを制したのはライオットガール。